コナモトチャンネル。はい、こんにちは、コナモトチャンネルのコナキチです。今日はですね、千葉県で、有名な、一番有名ですね、山を登ろうかと思ってきております。ノコギリ山になります。で、千葉県の方はですね、紅葉の方が11月中旬から12月上旬にかけて、見どころを迎えるところが多いので、今回ですね、来てるのが11月4日なんですけども、ちょっと紅葉には早いと思うんですが、まあ、動画をアップするときにはちょうどね、紅葉のシーズンになっているので、まあ、それはそれでいいかなと思っております。で、このノコギリ山なんですけども、結構ね、アクセスが、しやすくて、千葉県の、浦安とか船橋とか、千葉あたりだと京葉道路からそのまま立山道に入って津金谷で降りるような形になります。神奈川とか、都内から来られる方でしたら、アクアラインを通って、立山道に入るということもできますし、栗浜から、金谷の方に、フェリーが出てるんですね。そちらの方のフェリーで行くと、もうすぐ、そこがもうノコギリ山みたいな感じの、ところになりますので、なかなかね、こう、都心からでもね、行きやすいような感じですね。ちょうどあの市川浦安あたりからアクアラインを通っていくと、だいたい1時間ちょっとで行けるはずなんですよね、空いてれば。なのですごくね、都内からも、神奈川からも千葉からも、もちろんね、茨城からもね、圏央道を使って入れば結構早く行けると思うんですけども、アクセスのしやすさが、まあ、人気の一つと、いうことと、標高がですね、329.4 かな、比較的低山なんですけども、なかなかね、登りごたえがあって登山としても面白い。そして地獄のぞきとかラピュタの壁とかですね、見どころ満載な、山なんですよね。そういったところも、秘境感たっぷりの、山の方も、見どころのうちになります。そして、山の半分がですね、日本寺といったお寺になっておりまして、まあ、そこのね、大仏が、まあ、座った大仏で、日本一大きな大仏、と言われておりますし、そういった面でもね、観光要素がたっぷりある山になります。そして、まあ、私個人的にコナキチがですね、非常におすすめ したい、道路、こちらもあるんですね。ノコギリ山有料道路かな、これはね、駐車場まで続く道なんですけども、まあ、これ残念ながらバイクでは行けないんですけども、すごく景色のいい道路なんですね。まあ、おそらく千葉県でも1位2位を争うぐらい、景色のいい道路になっておりますので、そういった見どころもたくさんあります。そして、近くに、林道金谷元那線、これもね、千葉県でね、1位2位を争うぐらいの有名な林道なんですけども、こちらの方も、ございますので、林道も楽しめる、登山も楽しめると。そしてあのやはりね、港がすぐ近く、海がすぐ近くなので、魚料理とかね、磯料理がすごく、美味しい、食べてもいいし、遊んでもいいし、林道行ってもいいし、3拍子どころじゃないね、4拍子5拍子ぐらい整った、観光地でございます。千葉県でもね、多分、1位2位を争う、人気スポットでございますので、楽しみにしています。そして今日のカメラなんですけども、久しぶりのアゴマウントにして、インスタ 360-1R の1インチセンサーのカメラを使っております。今回ね、このカメラをご紹介するのにはちょっと訳があるんですけども、今実際このインスタ 360-1R、新品を買うとですね、37,980円っていうのが一番最安値なんですけども、楽天で買うとそこから4000ポイントぐらい、つく場合があるんですね。そうすると、まあ、実質3万4000弱で、購入できて、
かなりお買い得なんですよ。1インチセンサーなので画質は、まあ、基本的にその中華アクションカメラに比べれば全然いいですし、 GoPro Hero 10と比べても、まあ、引けを取らない、画質のアクションカメラが今3万4000円ぐらいで買えるんですね、実質、うん、なので、初めてね元ブログを、やってみたいという方があれば、こういったねカメラがねすごくおすすめなんじゃないかと思って今回紹介しました。まあ、欠点はいろいろあるんですけれども、まあ、特に音質ですね、まあ、別撮りという形になると思うんですけれども、そういった形で運用すれば、画質だけはねいいですし、画角も広いので、うん、おすすめのアクションカメラなので、まあ、ちょっとね今回はそちらの方をご紹介しました。はい、高速道路で来る と、立山道ですね、富津金谷がですね、今画面の左手ですね、今上に、緑色の陸橋があると思うんですけど、そちらの方から来てこの道路に接続されます。そして、立山方面の方に向かっていただいて行くわけですね。ここがあれですね、金谷フェリー乗り場になります。フェリーで来るとここが駅ですね、駅っていうんですかね、フェリー乗り場、東京湾フェリーの乗り口になります。のこぎり山のね、駐車場に関してはですね、フェリー乗り場の駐車場と、あとはですね、のこぎり山有料道路、こちらの上登っていただくと、中腹に、駐車場があるのと、あと日本人の駐車場っていうのがあります。はい、駐車場から歩いて10分ぐらい、10分かかってないかな、ちょうど内房線の高架下を今歩いてる状況です。確かこっちはね行けなかったのかな、あ、行けるのかな、沢コースってまだあるんだ。まあ、今回はこちらから行きます。登山者侵入禁止になってますね。やはりここは行けないんです。のこぎり山は、今回で4回目の登山になるのかな、通算で。だいたいいつも車力道っていう道の方で行ってたんですけども、もう一コースあるので今回はそちらの違う、いつもと違うコースで行こうと思ってます。こちらがいつも行ってたあれですね、車力道で、ふれあいの道、ふれあいの道ってこれか。はい、じゃあ登っていきましょう。ここでいいのかな、本当にいきなり階段です。今日は、久しぶりの登山なんで、まあ、登山っていうぐらいのレベルの山じゃないかもしれないんですけど、まあゆっくりとお昼過ぎまでに帰れればいいかなぐらいな感じで行こうと思ってます。いや、いきなりすごい階段だ。もう多分100段以上は登ってると思うんですけど、 いきなりこれ洗礼だな、これはすごい。まあ階段自体は段が低いので、まあ歩きやすいといえば歩きやすいですね。まあちょっと準備体操にはちょっとハードな気がします。階段を登り切ったようですね。ここからが本格的な登山になるんでしょうね。もういきなり、岩場、きつい岩場になりました。車力道の方が楽なような気がするな。最初だけかな、結構登るよ。
登り始めたのが8時25分ぐらい。実はまだ10分経ってない。もうだいぶ疲れてます。こういうところは厳しいね。でもなんか走っちゃいけない道なんだけど、オフロードの強者なんかこういう道でも平気で外れちゃうんでしょうね。広いところに出た。あ、お、海が見えますね。ちょうどね、真正面に富士山が見える予定なんだけど、今日は見えませんね。うっすらと多分あれが富士山じゃないかっていうような感じでは見えます。右側が丹沢で、中心より左側が箱根という感じですね。はい、ここは海抜150メーターということなので、まだ半分来てないってことですね。0メーターから来たとしても、なんでまあほとんど、まあほぼほぼまあスタート地点って感じですね。これはすごいね、石が多分石でできた階段ですね、これ。あ、すごい、積んだんじゃなさそうな気がする。鳥のさえずりが心を和ませてくれます。まあここら辺は石でね舗装されてるっていうのかな。はい、地層がね、斜めの地層がすごい綺麗なので、撮ってみます。こんな感じですね。千葉県ってこういう地層が至るところにあって、まあ、この地層美をね見るのも楽しみの一つです。本当面白い道だよね。まあ、でもだいぶ色づいてる木はありますね。すごい苔の階段です。登ります。あ、滑しそうだな。あ、大丈夫だった。いや、ここはすごいな。はい、こちらがですね、問い道と階段ですね。この階段の横にあるのが問い道といって、石切り場から切り取った石をここ滑らせて、通したみたいなんですけど、これかなりの急坂ですよ。ここもかなりね石切ってあってすごいですね。ちょっと深酔いはしませんが、はい、いよいよ秘境感が出てきましたね。分岐になりました。私は石切り場跡の方に行きたいのでまっすぐ行きます。おお、素晴らしい景色だ。あ、地獄のぞきも見えますね。こんな感じですね。右側の角みたいになっているところが地獄のぞきですね。はい、そしたらまた分岐ができましたので石切り場と、そろそろ石切り場でね、もう石がゴロゴロしてるのタイヤもあるけど、いやわお、おお、これは面白いな。この景色が本当に直角に切ってあるんですね。あ、安全第一って書いてある。古い機械、あ、すごいですね。機械も残ってるんだ。
これで石をカットしてたんですかね。ブルドーザーみたいなのがある。よいしょ。1番目まで来た。ほら、なんでああいう風に切ったんだろうね。ここら辺からは房総の山並みが続きを背景に撮れます。トンビが飛んでますね。何か石が積んであって、これも何かの機械の跡なんでしょうね。さて次行きますか。はい、というわけでね、石切り場一つ目行きました。今ね、ちょうど登り始めて1時間ぐらい経ちましたね。かなりゆっくり歩いてるので、まあ普通の人だったらね、4、50分ぐらいで着くんじゃないかな。まあ正直1時間ぐらいでこれだけのところに来れるっていうことは気軽に来れますよね。ただね、最近のこぎり山で結構遭難があるみたいなんですよ。っていうのは、なんか昔の職人さんがこの石切り場の方に早く行くための近道っていうのがあったみたいで、そちらがね、かなり厳しい道らしいんですよ。そこに迷い込んでしまって、足を滑らせて滑落してしまうっていうような遭難があるみたいですね。まあ、死亡とかそういうんではなくて、怪我をして動けなくなったっていう感じなんでしょうけれども、まあやっぱり注意が必要かなと思います。来ました。ここがあれかな、ラピュタの壁なのかな。どうよ、ちょっとちゃんと見えるかな。おお、下は石がね、落石がありますけど、これはなんか本当ビルみたいですよね。あそこになんか金具がしてあるけど、何の金具かわからない。で、ここら辺からも自然と同化してるような感じ。ここは第2の石切り場でしたね。ここは石切り場のところに水が溜まって池になっています。もうすごい色だけど、この秘境感。おやおやおや、おお、そしたら行きますか。おお、すごい。あら、ここも池になってるわ。コイとかいたりして。いるじゃん。コイがいますね。こんなところにも鯉がいるんですね。多分鯉の場所だったんでしょうね。はい、この先土砂崩れがあって通行止めって書いてあるんですけど、まあ、とりあえず
行けるところまで行こうと思ってるんですが、急に道が険しくなりました。そして来た、ここはまた素晴らしいところですね。これぞ何かこう宮殿の跡みたいな、さっきも言ったんですけど、こっちの方がすごいわ、ここはすごいな。あれで石で作った柱があるもんね。はい、来ました。最大難関というか、これかなりの急坂で、これ登るのはね、ゆっくり行けばなんとかなると思うんだけど、下るの大変だなここ。はい、そしたらですね、東京湾を望む展望台、 500m だと思ったら 50m だったんで、行ってみましょう。あー、急遽やる気になった。こんにちは。こんにちは。ここがね、千葉の山々で、はい、海に来ます。あそこは何でしょうね、横須賀の方になるんですかね。で、この下に、金谷のフェリー乗り場があると、こんな感じですね。はい、そしたら次は山頂目指しましょう。 400m 先です。山頂にね、一人ね、若い人がいて、10分ぐらいねお話をしたんですけど、最後にねびっくりしたのは、ずっとね裸足でいたんで、まあ暑いから裸足でいるのかなと思っていたら、裸足で登ってきたと言っておりました。すごいな、1時間ぐらいかかるんだけど。よいしょ。これ登れと、いやこれ絶対俺無理でしょ、これ落ちるやつでしょこれ。あ、落ちる。いけちゃった。そろそろね山頂なんですけど、だいぶね派手に崩落してる場所が出てきましたね。山頂です。うわ、あれ以前に比べて景色が良くなってる。あ、草がなくなったからか。はい、のこぎり山 329.5 だった。さっき4って言ってしまいましたけれども、のこぎり山 329.5m 登頂しました。はい、三角点。はい、じゃあね、帰ります。林道口まで 1.4 キロ、僕がよく行ってる金谷元那線のことですね、なのでちょっとロープウェイで帰りは帰ります。ん、ベンヤミンか、サク、ハートの穴でした。はい、ではね、これがラピュータの壁って言われている場所ですね。これがそうなのかな、それともここか。お、
これっぽいですね。全体がそうなんでしょうね。大きい大仏の横に、お願い地蔵尊って言って、みんな仏像なんですよね。ある意味すげえ怖いんだけど。お待たせいたしました。発車いたします。ご乗車くださいましてありがとうございます。韓国まで約4分で参ります。左寄りには天城山が見えるところでございます。本日はのこぎり山ロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございました。降りの際は足元が階段となっております。足元にお気をつけくださいませ。